どうなさん、こんにちは、ミネットです。集まる動物実況続きやっていきましょうか。前回の集まる動物ハッピーホームパラダイスで、おいでよ動物の、役場をね、再現したんですよ。というわけでですね、今回は飛び出せ動物の役場を再現して、この回、やっていきたいなと思います。でね、なんとかして、しずえさんをね、呼びたいんですよ。呼びたいというか、しずえさんの家を、役場にしたいんですけど、しずえさんの家って一回、作ったんですよ。あれってさ、変えることできるんかな？リフォームの提案をされる場合はご本人と直接ご相談ください。いや、これ作ったんですよ。しずえの別荘っていうやつを。しずえの別荘を作ったけど、別荘のことなのですが、別荘についてどのようなことでしょうか？リフォームしませんか？引っ越ししませんか？リフォームしませんか？やっぱ無理だよな。内面だけ変えるみたいな。あ、そういう時のためにあれがあるのか？これか。ルームスケッチはこのためにあるのかな？いや、結局なくなるよな。ルームスケッチ。あれ？これさ、しずえさんの部屋をそのまんま、やったんだっけ？その内装見よう。まずは内装からだ。いや、ちょっと違うな。やっぱもう変えるしかなさそうですね。変えていこっか。これ全部、うわ、あんなに20分とか30分とかかけたのに、消すときは一瞬、切ねえぜ。オッケー。じゃあ、しずえさんの家を一旦ぶっ壊したので、こっから作っていきます。致し方なし。10と8。8でいいな。にして、まずは、家具から順番に置いていきましょう。前の部分から順番に作っていこうか。下の床から作っていってもいい気がする。サンクスギビングの床。まさかこんなところでサンクスギビングの床が。いや、これもいい。え、どうしよう。これにしよっか。ダークなヘリンボーンな床が、一番、似合ってるな。ラグとかね、それはいいんですけど、壁紙に関しては、もう前回と一緒ですね。前回と同じ、綺麗なガラス。これ一択な気がするんですよね。家具から出していきたいんだけど、クールなソファーか？シンプル。後でリメイクさえしてしまえば、なんとでもなるから、こんなもん。これだよな。なんかパイプ椅子っぽいんだけどな。ナチュラル。イエロー、グリーン。違う、下じゃないな。ファブリックカラーってやつか。ファブリックカラーの黒。黒、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 黒。黒がない。ここで黒がない。出し方なし。これだったら、これが一番、似合うな。これを、一番右端に置いといて、これなんて木だっけ？なんかあったよな。これ普通に集まれ動物にもある気がする。左下の木。これじゃない。これじゃない。まあ似てるのにな。いや、絶対あったって。コーヒーの木でいっか。コーヒーの木。いや、そっくりじゃない？コーヒーの木でいっか。てか、鉢でいいな。まあ狭かったら狭かったで、もう一回家具出していこっか。で、次。机ですね。木製のチェスト。木製のチェストと、あと、テーブル、テーブル。カウンターテーブル。カウンターテーブルってさ、カウンターテーブルいいじゃん。カウンターテーブルにしよう。カウンターテーブルを2個置く。これね、色は何でもいいんですよ。ぶっちゃけて言うと。色何でもよくって、なんでかっていうと、こう飛び出せ動物の役場って緑か黄色か赤かオレンジの確か4種類があったんですよね。で、その4種類はランダムなんですよ。ランダムだから何でもいい気がする。ダークウッドにしとくか一旦。ダークウッドにしておいて、あともう一個、飛び出せ動物では自分が村長さんなので、村長さんの椅子が机が必要となってきます。ので、ここに2個置きます。あ、ちょっと攻めえか。いや、そんなことねえな。なんか、すごいっぽいぞ。本棚が必要なんですよね。こう考えたらさ、こう木製の本棚ってこの時代からあるんですね。しかも、まんまじゃない？あ、ちょっと違うか。まんまではないか。集まれ胴釣りと、飛び出せ胴釣りの本棚。まんまではないな。ダークッド。オッケー。で、椅子置きます。これ村長さんの椅子ね。俺の椅子。村長さんの椅子は、でも、歴代から受け継がれてきた伝説の書斎の椅子があるから、これ使っていきましょう。で、そしてここに書類の山が必要なんだ。小物類。
てかどっちかっていうと、こういう飛び出せどうつりの、まあ、書類系とかってさ、全部集まるどうつりに引き継がれた感ない。まあ、おいどうどうつりのね、家具っていうよりかは、どっちかっていうと、こっちの、飛び出せどうつりの方が、優先されてる気がする。これ、書類、黄色に変えれない変えれんか。黄色に変えれんか。卓上マイク、これ絶対いる。卓上マイク、これ、島内放送用のマイクとして、置いておく。このややこしそうな機械を何で再現するかですよね。なんだこれは。サンプラー。サンプラー。確かね、どのやつもひまわりは確定固定だったと思うんですよね。ひまわりがない。俺ひまわり持ってた気するんだけどな。ひまわりがないならこれで妥協しよう。じゃあその隣ですね。しずえさんの椅子をまず用意しようぜ。椅子用意しないことには、この先が作れんな。椅子椅子椅子、これ事務椅子、あ、完璧。ひまわりの隣、ここ、これしずえさんが島内放送するとき用の椅子と、あと役場で仕事するとき用の椅子。もうちょい先へ進めんか。ここに置けるものは何もないなってなってくると、まあ書類の山2つ置くか。書類の山、そうですね、書類の山2つ置きましょう。こうですね、オッケー。さて、後ろ側配置していきます。後ろ側って確かね、この盆栽は全部一緒だったと思うんですよ。盆栽は。そっから先ですよね。ここの隣、なんか賞状みたいなやつがあったんだよな。賞状。で、その隣にメダルが2個あって、で、あと化石の標本みたいなやつが1個あって、で、その奥に時計と、あとなんか寿村長の、よくわからん写真があった気がする。化石の代わりに、まあ、恐竜のおもちゃ置いといて、メダル、メダルの代わりに、これ置いとこうぜ。写真立て、二つ、三つ。写真立て二つ三つ置いといたら、まあ、それっぽくなってんじゃない？ブラウン、ホワイト。これはいいんだよな。バリエーション、都会の写真と、あと、山の写真と、海の写真にしておきましょう。そして、ここに時計と、なんかね、この本棚の上に、なんだっけ、地球儀があった気がするんですよね。あれ、なんて名前だっけ？かっこいい地球儀か。立ちつ、ここですよね。小さいつ、カッティングボード。か、ないな。かっこいい地球儀って名前なんですよ。ないぞ。楽器ケースとかあるけど、マジか。そこないんだ。壁にかけるやつで、時計は何でもよく、もうちょいでかいやつがいいが、ブルー、いや、シルバーにしとこっか。茶色があったら完璧だったんだけどな。さすがにそんな、うまくはいかぬ。よし！だいぶできたんじゃないでしょうか。あとね、こっち側に確かカレンダーあったんですよ。カレンダーか。カレンダー、学習ポスター。まあ、掲示板かな。掲示板にしとこっか。掲示板置いただけで、役場が一気に、おいでよ道鳥館になったな。どうすか？これね、途中から開くんで、こっから先行けるとして、あー、なんか、ぽいわ。言われなくても、あ、これ、飛び出せ道鳥の役場ですよねって言われるぐらいのクオリティな気がする。いや、こんなんですよ。めちゃくちゃシンプル。飛び出せ道鳥。自然の別荘という別荘のテーマ名は、今回別の名前に変わりますか？変えましょう。飛び森の役場、立ちつてと、オッケー。飛び森の役場ですね。なるほどです。わかった？俺が伝えたかったこと。で、しずえさん後で服装変えような。完璧すぎる。なんだこれは。素晴らしい。飛び森の役場。あ、書類がな。もうちょっと赤とか青とか黄色とかに変えれたら、まあ完璧だったんだ。うわ、懐かしい。まあ、しずえさん座ってることなかったけど、常に立ちっぱだったけど、うまいことできたんじゃないでしょうか。まあ、というわけでですね、今回は集まれどうつり、おいでよどうつりと飛び出せどうつりの役場を完全再現してみたの回でした。今回はこの辺でやっておきましょう。バイバイ。いやー、でも次どうしよっか。
動物の森の、まあ、初代とか E プラスまでのやつやっちゃってもいいかもしれない。てか腕時計ってさ、腕につけれんのかな。まあいいや、それは明日試しましょう。今回はこの辺でやっておきます。バイバイ。